こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスシリーズですね。こちらはダイナマイトシリーズ、最終8回目、こちら最終回となります。残る大会は2試合です。10月9日、1980年10月9日、長野県諏訪湖スポーツセンターの大会となります。では早速試合も行ってみましょう。いつも通りツイッチで配信を行っております。ぜひ、ツイッチではライブ視聴アカウントフォロー、チャットコメントをぜひお願いいたします。Twitch ライブウォッチ&アカウント、マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。このライブ配信のアーカイブ2日後、つまり7月1日の21時に YouTube でアーカイブプレミア公開いたします。YouTube のチャンネル、Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひアクセスの上、チャンネル登録、ある動画の高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。こちらもスイッチのチャット欄に記載してます。リンク記載してます。ぜひアクセスの上、まだの方フォローお願いいたします。マイツイッターアカウントアクセス&フォロープリーズ。さて、第一試合は高杉真彦と大山勝三の、試合となっております。少し、不安定ですね。不安定かもね、最初のうちは。でも安定してきました。さあ、固める。高杉カウント2。エルボーです。さあ、間もなく8分をもう過ぎて10分が近づいてまいりました。またも反り投げ。降りた。一進一退の攻防となります。お、2.9。
ットマット連打大山カバーに行きます。さあどうだ、返せるか。 2.9 あって、あっとダイビングエルボー高すぎ不発、大山チャンスバックドロップ、大山が押しております。カバーに行く、さあ高すぎなんとか 2.9 で返す。高すぎ投げますが返ってきません。さあまた振る、今度は返してきてダイビングボディアタック 2.9、 今度は大山が返しました。サイドバックブリカーみたいになりましたね。ブレンバスターです。カバーに行きます。 2.9 さあ上がりません。リバースでブレンバスター返します。さあ高杉どうする、このポストからダイビングボディアタックだがこれはロープブレイク。もう一回、今度はエルボーですね。ダイビングボディアタック、おっと先頭20分一本勝負です。こちらはおっとカバーに入る、スリーカウント、大山高杉を破りました。ちょっと高杉から出血見られますね。ヘッドバットでしょうか、ジャンピングヘッドバットから体固めということで試合評価 93% ということで、大山が、高杉を破りました。はい、続いてはアシュラ・ハラとビッグ・ジョン・クイーンのシングルマッチです。では行きますか、その前に30分一本勝負ですよね。はい、では行きましょう、アシュラ・ハラタ、アシュラ・ハラとビッグ・ジョン・クイーンのシングルマッチです。ロープブレイクはなしでいきます。時間短縮策として、この次は大木対 GUSSR です。背中から蹴る、さあ対空時間は長い、ブレンバスターアシュラハラ、2攻撃、2クラッシャー、またも対空時間は長いブレンバスターです。長野県諏訪湖スポーツセンター大会、ヘッドバット、ラリアットはこれは空振り、オクラホマスタンピード、
して、じゃパイルドライバーです。エルボー、ヘッドウォークです。そしてコーナーに上げて、おっと降りましたね。無理をしません。キック、そしてナリアット 2.9 ヘッドロックです。カバーに行きます。カウント1、そしてナリアット、ドマンナリアットです。さあバックドロップ、再びブレンバスターですね。パンチを連打、そしてタックルに行きます。大きな攻撃がなんか目立ちますね。体と体をぶつかり合い持ってきました。そしてリバースへ返す。バックドロップ、おっとアルゼンチンだがどうだ、あらなんとか耐えました。サイドバスターですね。パンチ連打、崩れ落ちる。そしてバックドロップ、ちょっとフラフラしておりますが投げっぱなし。そしてナリアット、カバーに行きます。 2.9 ビッグジョンクイーン返します。再び後ろからタックル、ナリアットサイドバスター、大技を連打が連発。再びサイドバスターです。クイーン、おっとボストンクラブどうだ、クイーン耐えられるか。なんとかここは耐えましたね。原繊細中後のチャンスだったんですが、原オクラホアスタンピート、さあタックル、これはまともに食らったクイーン。そして決まりました、コブラツイスト、あばら折り、ビッグジョンクイーンたまらずギブアップ。アシュラハラがビッグジョンクイーンを破りました。これシーツではクイーンが体固めで勝利してますね。さあ次が大木金太郎とザ・ USSR となります。USSR はネルソンロイヤルだったと思う。チャーリーフルトンか。チャーリーフルトンどこだ？チャーリーフルトン結構上にあるのか。あった。
きい黒タイツだからな、 黒は避けたいな。タイツの色はなるべく分けたいです。はい、では、こちらは45分一本勝負か。いきましょう。大木金太郎対 GUSSR チャーリーフルトンのシングルマッチです。さあ、こちらはメインはですね、60分3本勝負のタッグマッチとなります。さあこの、諏訪湖のスポーツセンター3試合目ですね。ヘッドバットぐりぐりと締め上げます。ヘッドバットヘッドバットおお、まんじゅう固めです。オクトパスホールド。唾液合戦です。カバーに行きます。パート2そして上がらない。リュアースへ返す。ヘッドバットチンロックに捉えます。パンチカバーに行きますが、これはそうだ、あのエスケープないんだ、場外ロープエスケープは。さあブレーンバスター上がらない。大きいリバースへ返す。そしてバックからチンロック。ドープキック。こちらもチンロックで確実に GUSSR チャーリーフルトンを痛めつけます。大きい横綱相撲かな。ヘッドバット出ました。得意の原爆続き 2.9。 あ、惜しい。お、何今の、今は何、ちょっとびっくりしましたね。バックドロップ、パート2パート2スリーカウント。大きい危なげない試合でした。GUSSR チャーリーフルトンからスリーカウントを奪っております。
さあ、続いては6人メインの6人タッグマッチ60分3本勝負となります。まず木村、井上、寺西、日本側ですね。そして、外人勢、エースと言っていいでしょう、アレックス・スミルノフ、ロンバス、ロンバスはですね、11-1 の越谷市民体感大会で、IWA 世界ヘビー級選手権試合チャンピオンラッシャー木村に挑戦をいたします。ロンバスはどこだ、60分3本勝負。となります。では行きましょう。6人タッグマッチ60分3本勝負。ラッシャー木村、マイティーの上、寺西勇組対、外人勢アレックス・スミルオフ、ランディ・ローズ、ロンバスの試合です。このスワコスポーツセンターメインとなります。シーツは1本目が両軍リングアウト18分31秒、で2本目が3分19秒、木村ランディーローズからボストンクラブですね、こちらで勝利して、2-1で日本組の勝利となっております。さあ、ここで倒して締め上げる寺西。スタートアーム。
お。おお、また震えているロンマス。そして高い。さあ木村に挑戦するロンバス。木村は手ないしタッチ。足音の字ですね。さあこれは、お、何、え、倒れた。寺石がどうやら KO を奪いましたね。クリティカルを。天使がロンバスから KO を奪っております。多分足関節だったはず。さあこれで外人勢後がなくなりました。2本目です。おっと、どうだ。木村カットに入る。木村カットです。カウント2。さあどうだ、ヘッドロック。クローフォールですね。お、さあ両者ダウン、スピンオフ。ん、おっと三角締めですね。これカット。お、バックブリーカー。さあ寺石頑張ります。ランディローズイタッチ。ダブルのブレンバスター。さあランディローズストンピングから、だから寺石が井上タッチ。お、スマックブローですね。さああと井上帰ってこない。バックドープ
カバーに入りますが、これは相手コーナーに近い、カットされます。おっと、2連発のラリアットを食らう。さらにもう1回ラリアット、ランディローズ。さらにサイドバスター、ギロチン2位、場外へ。おっと、これ飛びは、あ、飛ばないか。言い組んでおります。ランディローズ、ラリアットカバーに行かずにスミノフにタッチ、木村にタッチですね。井上、木村とスミノフ、ジャッピングパイルドライバーです。木村、さあ自分コーナーに近いところにいます。あー、だがカットに入、カットに入られますね、こういう風に。さあスミノフ、ランディローズにタッチ。木村ちょっと顔を寄してる感はあるが、お、サイドスープレックス。さあ2対1で攻めております。さあ木村、これ戻ってこれないかもしれないよ。なんとか戻ってきました。木村とランディローズ、エルボー合戦。おーっと、ローリングエルボー。そのスミオフにタッチ。2本目もう10分を経過しております。そしてスワックブロー。さあ両者タッチをするのになかなかスタミナの消費がありません。1人が狙われるという展開にはなかなかならないですね。さあ今日本が権利があるのは手なにし、持ってこれなかったら危ないが、手配師のランディローズ、バックに回り込むが、さあ手足か、井上タッチ。ちょっとランディローズ疲れ見えるかもしれないが、オフはオクラホマスタンピード、カバーに行く。ちょっと返すのが遅う、カットが遅れまして、井上がランディローズに3カウントを許しました。オクラホマスタンピード、ランディローズ炸裂です。これ1対1ですね、タイです。さあ決着の3本目となります。お、これはチョークです。カットにも入ります。おっと、ブレーンバスターでスリーの方場外へ。井上と寺石が権利のあるスミノフを攻撃、場外カウンター進んでいく。スミノフと木村、おパプリカ、ダニーローズにタッチ、木村も井上にタッチ。木村とランディローズ、オクラホアスタンピート。さあこれは自分コーナー沿いなんで助かりました。決着の3本目を、足を痛めてかなりちょっと井上が狙われてきております。お、ダブルチョップ、ヘッドバット、そしてあとパワー負けしてしまいましたね、井上。ネックブリカドロップ、そして丸め込むが、これ権利はもうロンバスにあります。カバーに行く、カット行く、カットを食らいます。井上、おっと、合体攻撃を食らう。さあちょっと井上のスタミナが心配、バックブリーカーです。
連続攻撃ロンバスパイルドライバーカバーに行かず、さらにおっと2位クラッシャーですね。カットですがカットに入ります。さあ木村がボストンクラブ、まだ井上権利があります。おっとラリアット不発、寺西タッチ、そして井上がヘッドロック、寺西にバトンタッチ。あっとロンバスはラリアット、3位ランディーローズにタッチ。さあランディーローズ、井上が、寺西がドロップキック、ラリアット、ランディーローズに2ドロップ、連続攻撃がランディーローズ脅威です。おっとカバーにはいかない、あのというか権利は木村ですね。ヘッドバット、そしてジャンピングパイルドライバー、来季合戦です。ローリングエルボースピンオフにタッチ、ブドキングヘッドロック、だが権利はスミンオフにある。さあこれ相手コーナーにいるので結構木村危険です。あ木村戻ってきましたね。井上タッチ、ちょっと木村の方が遅くなって心配です。おっとフライングクロスショップです。カットを食らいます。さあこれはチョークが入ります。おスミノフ、たまらず場外へ、スミノフと井上ヘッドバット、ボディスラムに投げつけて、おっと関節技決まってしまった。関節技すぐ決まるよな。井上3本目も取られてしまいました。外人勢が勝利です。スタンディングクラッチ、さあこれでいよいよ最終戦ですね。埼玉県越谷市民体育館、1980年10月11日ですね。まずは、タッグマッチですね。さあ、埼玉県の比較的東側に位置する越谷市民体育館、10月11日ですね。GUSSR チャーリーフルトン、
そしてドンバスとなります。ロンバスじゃなくてドンバス。さあレフェリールーテーズ、ですね。30分一本勝負だったっけ。そうですね、30分一本勝負、いきましょう。鶴見五郎大山活動対チャーリーフルトンドンバスのタッグマッチです。30分一本勝負。さあ、この配信はツイッチでお届けしております。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ YouTube で2日後、7月1日の21時に流す予定です。ツイッチのチャット欄には YouTube のチャンネルリンク貼ってございます。アクセスしていただいて、ぜひチャンネル登録高評価もお願いいたします。まあ、YouTube チャンネルプリーズチャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter もやっております。 YouTube、Twitch のリンク、チャット欄のリンクですね、こちらにアドレス記載してますのでアクセスしていただいて、まだお方フォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントアクセス&フォロープリーズ。さあレフェリールーテーズこの日上がっております。あ、噛みついた鶴見。大吉戦。さあこれ、GUSSR チャーリーフルトンから出血が、額から出血です。ドンバスイッタッチ。罪も大山にタッチです。独立グレン隊。この次の試合はアシュラ・ハラとビルドロモニーのシングルマッチになります。メインは IWA 世界ヘビー級選手権、ラッシャー木村に挑戦するのがロンバスとなります。カウボーイスタイルで試合を行ってますね。カバーに行くカウント1。さあすでにかなりの出血をしている GUSSR チャーリーフルトン、ボストンクラブたまらずドンバスカット、さらにチョークを締める。反則取られないんですよね、なぜか。やりたい放題です、権利がないと。おっとブルドキングヘッドロック、カバーに行きます。カウント2、大山なんとか返す。ツーミータッチ。さあハーフボストンで足を痛めつけます。そして鶴見、
ヒロチンです。お、ストンピングドンバス、バックドープには行かずに鎌固めですね。鶴見 GSSR はカットに行かない。さあここで場外戦、 GUSSR 戻しますね。律儀です。あ、違う、 GUSSR の方が権利があるのか。あ、違う、違いますよね、権利ないよね。律儀に戻しましたね。エルボー、これはフェアプレー、紳士の行為です。おっと、デスバレーボール、大きに託します。ヘッドバット、カバーに行きます。ここはドンバスカット。逆さ抑え込み、2.9、危ない大きい。さあ、独立軍隊2人でダブルのブレーンバスター。大きかつみタッチ。USSR もドンバスにタッチ。サイドスープレックスドン、USSR。ドンバス、バックからだが、それを読んでいる。おっと、カットが決まらない。さあ、入り乱れております。カバーに行きます。これは、GUSSR カット。ドンバスヘッドバット。そしてバス。だが、ついにリバースへ返す。そしてバックドロップ。高速ですね。カバーに入ります。間に合うか ?2.9。自力で返しました。そしてパワーボール投げっぱなし。足踏みホール。2.9。これもドンバス返します。そしてアームブリーカー、なんとか USSR カット、チンロックで痛めつけて、ツーミカ追い山にタッチ。 USSR ドンバスから USSR にタッチ。さあ、バックドロップ。相手コーナー危ないぞ、大山。大山戻って、生還。ツーミータッチ。すでに18分経過。投げます。GUSSR。おっと、パンチ。カバーに入ります。ドンバスはカット。今度は、おっと、ショルダーバスターです。GUSSR、チャーリー・フルトン。ツーミ、カウント2でカット。今度は、サイドスープレックス。画面かきむしって、落とします。バックを取って、バックドロップ。これも、かなりの威力。サイドバスター。ツーミーを痛めつける。ツーミー目標を絞ったか。ドンバスにタッチ。おっと、急所攻撃ですね、ツルミ。こぞっているとき、危機を逃れます。悪党の技ですね。大岩にタッチしております、その間に。どうだ、大岩バックドロップ。高さがあります。パンチです。ドンバス。パンチを連打。ブレーンバスター。今度は、大山、パイルダイバー。カバーにはいかない。もう、22分を経過。ラリアット。そして、バックドロップ。さあ、30分、一本勝負です。
あと7分。逆さ抑え込み。カットに、なんとかカットに入るドンバス。エルボー。おや、真ん中にあって。さつみたち。切り合わす。画面かきむしる。だが、コーナーへ。キック。カバーに行きます。スリーカウント。ちょっと深追いしてしまいましたね。GUSSR、チャーリー・フルトン。鶴見、スリーカウントを許してしまいました。ということで、24分51秒、背面式、片指固め、鶴見が GUSSR からピンホールを奪っております。さあ次はシングルマッチですね。アシュラ・ハラ対ビル・ドロモの一戦となります。一周回りましたね。30分一本勝負ですね。では行きましょう。アシュラ・ハラ対ビル・ドロモのシングルマッチです。カウント 2.9。
高さ抑え込み、カウントワン。カウントツー。お、ラリアット。投げます。おっと、フェイスロック、痛みつける。お、パプリカ。まあ 2.9、 おお、ドローもパワーがありますね。そしてパンチ、パンチ。カバーに行きます。カウント2。そして2クラッシャー、15分経過。さあ出ていきますが、カバーに行きます。スリーカウント。アシラハラビルドーモに敗れました。さあ続いてはですね、タッグマッチです。45分一本勝負。じゃない、
さあ次がですね、大木金太郎対アレックス・スミルノフのシングルマッチですね。こちらはですね、アレックス・スミルノフがシーツでは大きな首を絞めました。それで大木が反撃したときにスミノフがチェーンを落としてしまったので、そのチェーンを奪って逆に首を絞め返して、レフェリーのルーテイズが制止しようとしたところ、それを聞かず大木が突き飛ばしたため、テイズが大木の反則負けを宣告して、スミノフに反則負けとなりました。多分45分一本勝負だと思う。いきましょう。大木金太郎対アレックス・スミルノフのシングルマッチです。マータドープ、そして続き、出ました。あと2.9。トマト。カバーに行きます。 2.9 カバーに、カバー仕返す。カウント2。場外へ。
エプロンに痛めつけるマンハッタンドロップ。あ、戻ってこれない。スミルオフ、大きい逆転のリングアウト勝ちです。さあ次がタックマッチです。45分一本勝負、和製ハイフラ、フライヤーズの登場です。アニマル浜口、マイティ井上、これにクイーンですね。ビッグジョンクイーンにランディ・ローズ。いきましょう。アニマル浜口、マイティ井上組対ジョン、ビッグジョンクイーンランディ・ローズのタッグマッチです。さあこの試合が、この試合はですね、シーツでは13分34秒、井上に足4の字をかけられたローズが、かけられたままクイーン、自分コーナー沿いだったのでクイーンタッチ、そしてその変わったクイーンがまだ足をの字をかけたままだったので、井上がエルボー3連発で振りほどこうとして、ローズの足をが離れて振りほどいた瞬間にクイーンがなぜかそのままホールして3カウントが入ってしまいます。井上が3カウントを許してしまうという珍プレーでしたね。タッチした時ってどうだっけな、普通離さないよな、ブレイクしないよな。これがユールールだったら、ダブルバウトだったらローズが輪がかけられているか、クイーンにタッチすると減点になるからな。減点になってブレイクしてスタンディング状態から試合再開ですね。でも通常プロレスルールだと技をタッチして技をかけられてもタッチできるんで、かけられたままその、まあ逆にかけたままタッチして、渡したものが攻撃を加えるということはよくあることではあります。でもまあ、3カウント奪われることはあんまりないですね。ちょっと唐突な決着すぎたという感じで、ちょっと井上の格下げ感がこの時期すごくひどくて、まあ、もったいないですよね。まあ、ほう井上も78年ぐらいまでは
チャンピオン木村に挑戦できてたんですけど、 IWA のヘビー級選手権で79年以降は挑戦できなくなってきましたからね。浜口を劣るような感じもありましたんで、さえ大木もこの時期は加わってましたからね。ちょっと井上の扱いが悪かったですよね。カットワン、さあこの後はラッシャー木村とロンバスの IWA 世界ヘビー級選手権、このシリーズ最後の試合となります。このシリーズは本当外国人が豊作だったですよね。カードも多彩に組んで飽きさせることがなかった。まあこちらはあの8回シリーズで8回と長丁場だったんで大変でしたが、これは国際最後のやっぱり輝いたシリーズになるんじゃないでしょう。輝いたシリーズになったような気もします。この10月はテレビもあの金土曜8時という全員集合暴れん坊将軍という強敵の枠になってしまって、視聴率をどんどん落ちてしまって、それがテレビを失い崩壊につながっていく、この時代はやっぱりテレビ必須でしたからね。まあ、観客はこのシリーズすごくどこも入ってたんですけど、近江八幡も10月8日の豊田市大会も入ってたんですが、やっぱりテレビがないと厳しいっていうのがこの時の昭和プロレスだったですよね。お、さらにあの給与の多分給与もあの支配まともに払えないっていうこともどうもあったみたいで、これは77年ぐらいからですが、上等になっていたみたいで、経費状態、内実は火の車だったみたいですね。さあ、浜口 2.9。すでに15分を経過しております。エルボー、カバーに行きます。なんとか、クイーンがカット。さあ、自軍コーナーで、ローズクイーンタッチ。さあ浜口が攻められております。アウト、ローズが浜口をバックドロップ。権利はクイーンにあるはずです。バックリップ、ダブルのブレンバスター。おっと、飛ぶが、これは、目測誤った、マイティ井上。一方、浜口は椅子を取り出して攻撃。3位、タックル。後ろからラリアット。危ない。あっと、またも。クイーンを痛めつけて、ハイフライヤーズリングアウト勝ちを収めました。さあもう大暴れですね浜口。
いよいよ、メインイベントとなります。挑戦者組からいきましょう。ロンバスです。挑戦者になるのが、で、一方チャンピオンはもちろんエース、ラッシャー木村となります。ルーテーズのままで、60分一本勝負ですね。シーツでは60分が選べないので60分にいたします。さあ、いきましょう。このシリーズ最後の試合、 IWA 世界ヘビー級選手権、チャンピオンラッシャー木村10回目の防衛に挑みます。挑戦するのはロンバス。試合開始です。さあ試合がスタート。レフェリー、特別レフェリールーテーズ。パンチ。さあシーツでは論馬数が結構いい攻めを見せてたんですが、ストンピングとかですね、フットスタンプとか、パイルドライバーをバスが木村に仕掛けようとしたところで、木村がリバースで返します。そのリバースで返してた先がショルダースルーみたいに返したんですが、その返した先にのがターンバックルで、バスが頭をターンバックル打ちつけてしまいまして倒れてしまって、それを木村がホールして防衛に成功したという試合になります。ダブルアームスープレックス上がらない、このリバーススープレックス、これをターンバックルに打ちつけたような感じになりますね。さあ今度はこれも決まらない、リバースへ返す。さあ場外戦、今回はリングアウト決着が多いが、バックドロップ、これは鋭く決まりました。パンチ、荒っぽいですね、テキサス だけに。ハンセンがパートナーしたのもよくわかります。パンチとエルボーの大気合戦、蹴りです。キックも良かったですね。ロンバスは動画が見れます、 YouTube で見れますが、ブルドッキングヒットロック、ラリアット、ちょっとロンバス隙をつかれたか。パンチを打つ、ブレーンバスター。さあクローンフォール、カウント2、クロー攻撃を見せておりました。なんかロンバスってモンゴリアンストンパーとアレックス・スミオフを
足して2で割った攻撃ですね。そう、ローマ数結構合理的な攻めをしていて、ショルダーじゃなくてストマッククローを連発して、さらにフロントネックロックとかもやって、木村のスタミナ奪う作戦に行ったんですよね。で勝負とばかりパイルドライバーに行ったら返されて、ターンバックルに運悪く頭をぶつけてしまってやられてしまいました。さあカウント 2.9、 そしてエルボー、おっとパンチ2000。そしてバックドロップ突き刺す。コーナーポストに頭を打ちつけます。さあこれでクローフォール 2.9。 危ない、木村チャンピオン打者木村。ヘッドバット、さあワット、ブレーンバスター、お椅子を取り出す、ラッシュ秋村ちょっと荒れております。椅子を振り落とすが当たらない。さあロープに振るが返ってこない、ロープに振るが返ってこない。そしてジャンピングパイルドライバー12分ですね今。お、まただ投げて前に落としますね。ブレーンバスター気味に投げて、あ、持ち上げてネックブリカードロップ。さあちょっと木村疲れております。ニークラッシャー、おっと急所攻撃です。ここでロンバス、なんかバックを取るところエルボーで返す、何やっと。さあどうだ、 2.9 ロンバス返します。バックドロップは後頭部を突き刺す。これはリバースで返す。ロンバスもしぶとい。敵ながらしぶといね。あっぱれだろうな。ラリアット。ラリアット返し。さあ、ホールに行けない。お、これはペディグリーです。カバーに行きます。唐突にペディグリーが決まった。カウント2、木村返す。タイトルマッチふさわしい好勝負になりました。ラリアット、どうだ、3カウント、ラッシャー木村激戦でしたが、ロンバスト最後は破って防衛に成功しました。試合評価も 99%、 間違いなく好勝負でしたね。ということでシリーズは終了となります。
ちょっとエクストラマッチでもやってみるか。ドンパスじゃなくて、さ、次回はおそらく、レスラーを作る回になるかと思います。これはあのダイナマイトバイス、あの最新の作ったレスラーなんですが、次回作るのはですね、ダープ松本みたいなヒールの女子レスラーを作ろうと思います。女子レスラー今2人いるんですが、1人目がなんかテクニシャンというかインサイドワークで、もう一人がもう正統派なんで、3人目はヒールにしようと思ってます。その次が、ルチャの2人目を作ろうと思ってます。どういうルチャにするかですね。ヒール系ルチャかな。ルードですね。そちらをやっていこうかと思います。ヘッドバット、バックドロップ、カバーカウント2、おフロントネックロックか、パンチ連打です。ヘッドバット、そしておっとアトミックドロップ、ダークドロップ、バックドロップ、完全にこれもバイス攻められてますね、ドンバスに。おっとパンチ、逆に下からパンチを配っております。ん、出血、アコット、バイスから出血だ。いきます、返してパンチを打つ、そしてキャメルクラッチ、おー、キッチンシンク、スプレックス、パンチ、あー、ショルダーバスターです。あんまりパワー系ファイターいないんですけどね、パワーだけのファイターって、意外とパワーだけのファイターって強いのかもしれません。カウント2 2.9、
がひどい、攻められっぱなしです。ドンバスにさ、これロープウェイクなかったな、最後まで解除するの忘れておりましたが、まあいいでしょう。ヘッドロック、ヘッドロックを一点集中攻撃に出ます。そしてまたキャメルクラッチ、10分を経過。チョークですね。パンチ。そしてカバーに行く。スリーカウント、あっさり入ってしまいました。ドンバスに敗れますか。ビッグジョンクイーンとやらせてみましょう。結構やっぱバイスって前半の展開が結果に左右するみたいですね。ヘッドロックで相手をスタミナ奪ってたら勝てる可能性高いんですが、こういう風にそれができないとやっぱり劣勢になってしまうと。バックドープ、バックドープをこういう風に食らってしまうとこはありますね、最初のうちは。おっと、ヘッドロック。そしてリバースへ返します。おっと、フロントネックロック。さあ逆にグランドヘッドロックを食らいます。さあヘッドロック、あった、ブロッキングヘッドロックですね。リバースで返す、ブレンバスター。
おっと、連続攻撃。おっと、サイドヒットロック、拷問です。おお、拷問コブラ、必ず頭を決めていきます。ブレーンバスター決められてしまう。おっと、攻撃だが、そう、ダブルアームスープレックス。クイーンクス、こういう技持ってるんですね。そして今度はブレーンバスター、ギロチンパンチ。ヘッドロック、お、フロントネックロックです。サイドバスター、そしておっと、フライ STF です。ヘッドロック、しぶとくヘッドロックに行って相手のスタミナを奪いかかえます。さあ逆にバックドープを食らう、ギロチン。おっと、フロントネックロック、ランドヘッドロック。普通だったらロープブレイクですが、何かロープブレイクにならない。フロントネックロック、おっと、アルゼンチンです。サイドアルゼンチン、パンチ3連発、どうする。ロープに振ってキッチンシンク、またもうアルゼンチン背骨が痛めつけられています。結構背骨を痛めつけるレスラーも作ってみようかなと思ってます。おっと、フロントネックチャンスリーですね。これが変形、投げると魔人風車固めになります。ヘッドバッ、ヘッドロック、逆にバックドロップ、フロントネックロック、おっと、またアルゼンチンだ。厳しいです。おっと、ペンディアムバックブリーカーですね。これはまたをペンディアムバックブリーカー、痛めつける。フロントネックロック、さすがにビッグインも疲れてきた。さあ、サイドフロントネックロックでも決めてますね。フロントネックロックをしぶとくかけます。さあ両者疲れが溜まっている。さあグランドヘッドロック、ロープに走ってキックです。逆にロープに振られて、おっと、蹴り、ハイキックですね。
さんに、あとバックドロップを返す。2.9。そしてパイル、ドライバー決まってしまう。カバーに入られます。2.9 返す。フロントネックロック、ヒング中央、とにかくフロントネックロックですね。これでなかなか決まらないんですよね、実際のところは。場外へ追っかけていきませんね。帰ってきます。あ、パンチ、そしてバックドロップ。お、魔人風車固めですね。どこを押してるんだ。 2.9。おっと、もう一回 2.9 決まりません。クレーンバスター、カバーに行く、行かない、場外へ追っかけていきます。ヒットロック、エルボー、そしてバックドロップ。おっと、魔人風車固め、スリーカウント、今度は決めました。ナイス。激戦の上勝利です。これにやってみましょう。フロントネックロック、腕を取ります。ラメ、
ヘッドロック。でちょっとスタミナを絞りかかりますね。あ、足を攻める。ハーフボストンですね。お、潰す。お、え、なにこれ、アームロックなんだ。アームロックなんか持ってたっけ。ヘッドロック。さあ腕を取ります。パンチをブロック。お、ドラゴンスリーパーだっけ。バタフライロックですねこれ。ついに出ました。あとペンギアウバックブリーカー、それは痛めつけられる。おっと三角下から、お拷問ですね。また先ヒットロック。ドラスクだ。ヘッドロック、複合関節技か。おっと、チンロック。さらにチキンウィングフェイスロック。あ、拷問です。拷問コブラ。おっと蹴りですね。これは痛い。腕を攻めます。またも蹴り。手がありますからね。ミスは。お。またも。あっと、バタフライロック。
フロントネックロック。手を締めますね。手を決定して、痛めつける。フロントネックロック。お？な、魔人風車固めだ。2.9。おっと。すぐ関節に行く。読まれ始めてますね、動きが。ドラスクだ。そしてこのドラスク、さあ三角、さあチキンウィングフェイスロック。そしてバタフライロック、チャンスですね。最大の今今、おー、フロントネックロック。ヘッドロック。サイドクラッチ、腕を攻めます。フロントネックロック。あっと、またも足を、それを防ぐ。さあ、またを決まった。チキンウィングフェイスロックですね。はい、ということで、このオープンリーグ戦もご期待ください。もう終盤戦に突入しております。はい、ということで次回、次回はおそらくビルド編ですね、ヒール系女子プロレスラーを作りたいと思いますので見てください。またこのリーグ戦の BGV も適宜やっていきます。いよいよ終盤戦なんで、もう少しで終わりです。はい、ありがとうございます。
はい、では以上になります。ツイッチで配信を行っていきました。よろしければツイッチアカウントのフォロー、お願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。今回の配信はですね、2日後、7月1日の21時にアーカイブ配信予定です。ぜひ YouTube でアーカイブ配信しますので、アーカイブプレミア公開しますので見てください。チャンネル登録高評価もお願いします。 YouTube アーカイブプレミアムライブ、 YouTube マイチャンネルサブスクライブの&グッドボタンプリーズ。Twitter もやっております。チャット欄にアドレス記載しますので、ぜひアクセスの上フォローいただければと思います。Twitter マイアカウントアクセス&フォロープリーズということで、ファイアプロレスリングワールド国際プロレス編お届けいたしました。ダイナマイトシリーズ編がこれで完結です。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。